いや、そろそろエントリーまだの方、そろそろお願いします。
ああエントリーまだの方早めにお願いします。でもみんなしてるよねきっと。あーですね、村に。はい、あ、そうですね、配信台ですね。やりますか、イベント。今日はチーム戦、チーム戦どうしようか。14どうしましょう。うまっ。さあ何やろう、やりたいものとか皆さんあります？スト2がやりたい、間違いない。さあどうしようかね、俺も送るの1ヶ月ぶりだったんで。ああ、あ、リーグ戦、あ、それいいっすね。そうしましょうか。これでもね、5オンにする場合に、あ、3オンか。あ、でもね、5オンか3オンか、どっちの方がいいですかね。3オンだと多分進行長くなっちゃうんで、5チームなんで、リーグ戦だと10回やっちゃうんで多分間に合わなくなる。超早めに進行しないと間に合わない。5オンにしますか。でどうします、これある程度メンバー決めないと多分かなり偏り出ちゃうんで。リーダー3人、誰がいいですかね。山本、お茶丸、あ、いいっすね、その辺でいきましょう。はい、じゃあちょっとメンバー招集します。ロードさん、山本さん、お茶丸さん、カウンターに来てください。来ました。はい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 、はい、3人来ましたね。はい、今日は3チーム、ハデさん書いていいですか。ハデさん、キャラは3の倍数ですか。3 なんか言ってよ、今やったんだから。1、2、3、4、5、6。まあいいや、もうはい、ハデさん、キャラはキャラ次第ではちょっと取る。大体みんな決まってるから。
ザルシム、ホーク、エッサーがチューン、山本さん、リュウ、チューン、これ長州さんでしょ、お茶丸、バル、ベガ、バッソ、リュウ、チューン、サガットかな多分、で、ガイル、中さんはキャミー、ホンダ、中さんキャミー、サガリス多いね、またしても、で、ホンダかな、ホンダ終わってるんだね、ニアさんで、ニアさん曲剣、じゃあまあニアさん、ホンダオアケンで、じゃあこれで今言った3人来ました、あれお茶丸くん、はい、この3人で5オンなのでチーム決めをしていただきます。でまず先取りじゃんけんやって、買った順にワンツースリーでそれぞれ書いていってください、このマーカーで、でキャラも書いておきました、なので型順にワンツースリーで書いてって、で1番から取っていくって形にしましょう。はい、じゃあ大事な最初はグーじゃんけんぽい、はい、こうでしょう。山本1番、最初はグーじゃんけんぽい、はい、どっち、お茶丸が2でロードくんが3、はい、じゃあそしたら僕は何も言いませんので皆さん好きなように取っていってください。マジで言ってるの？マジで言ってるの？準備2人しかいないから先に取ろうかな。なるほど。まあ順当にそうなるよね。次。だよな。ああなるほど。さあお茶丸くんは？おお、なるほど。渋い感じで。さあロードくんは、さあ残ってるのは長州、破天荒、茶坊主、中島、ムナーリ、ハデ、あれあと誰だ、1、2、3、4、中島、ムナーリ、ハデ、あ俺もこれ選択権あるか、うん、もう一周するか、するわ。さあ誰を取る、なるほど、うん、ムナーリさん、なるほど、長州さんをノータイムで取っていった、残りは破天荒、茶坊主、ハデ、茶坊さん、そしてハデさん、破天荒さん、はい、チーム決定。はい、チーム行ってくよ、皆さんのじ合いしながらでもいいので聞いてください。まず1チーム目、チーム山本、バイパー山本、ヒデ、茶坊主、中島、2番目、チームお茶丸、シャル、中、ムナリ、ハデ、チームロード、長州、友田、破天荒、ニーヤ、ロード君のチームが強いんじゃないかな、分かんないね、いい勝負だね、多分。というわけでやっていきましょう、よろしくお願いします。今日はこの3チームによるリーグ戦です。はい、じゃあ皆さんの試合で温まってください、俺もの試合やっときます。なんか最近マイク慣れしてきました、はい。
はい、じゃあやっていきましょうか、そろそろね。じゃあ、A チーム対 B チームから、はい、みんなやりますよ、やりますよ。はい、じゃあ A チーム、山本、バイパー、ヒデ、チャボーズ、中島チームと、お茶丸、シャル、ナカ、ムナーリ、ハゲチームからやりましょう。ミーアーさんはキャラはホンダですか、剣ですか。ん、剣使い、あ、失礼いたしました。はい、というわけでやっていきましょう。山本バイパー、ヒデ、シャボーズ、中島対おしゃまるしゃる中ムナーリハゲ。というわけで代表者、まあ今日は順当にあの山本おしゃまるロードで組んでもらっ、あのチーム決めてもらったので、その代表者でじゃんけんしてワンピースUPを決めていきましょう。ワンピースUP決めるときはチームの意見をちゃんと聞いてからの方がいいですね。あの波乱がなくなりますので。あ、はい、こんばんは。ワンピースUPじゃんけん。ワンピースUPじゃんけん。ちょっと喋りますか。あ、僕どっちかというと 2P の方がいいんですけど、でもチームに合わせます。僕どっちでもいけるんで。じゃあ 1P ゲット、 1P ゲットだぜ。はい、じゃあやりますよ。先方はこっちのマイク勢に申告。キャラは全員メインかな、さすがに。まあ一応、まあ毎回変えてもいいという感じですけれども、2回しかありませんのでね、まあ、悔いのないようにやっていきましょう。配信にも残りますし。いや、それだと、それだと長いと思うんですよ。それだと19試合かける、3つになっちゃうんで、多分11時余裕で過ぎると思うんで。で、まあ、とりあえずやっていきましょう、このルールで。はい、じゃあ、先方を。先方、はい、じゃあ、私が喋りますか。ロードです、こんにちは。こんにちはじゃない、こんばんは。ということで、山本バイパー、ヒデ、チャボーズ、中島チーム対お茶丸、シャル、中村、リハゲチームで、先方が山本チュンリーか分かんないの。さあ、先方は山本ハゲ。ハゲ、さあ1単語、1単語です。そんなことはありません。ただ単に並べていただけです。さあ、ワンピー側がフラグではありません。さあ、山本チュンリー、さあ、まずは大迫力が決まってチュンリーがちょっと気持ちよくなったところだが、さあ、ダルシムのドリルに対してはコパンとかで対応していきたいところ。あの投げの後はダルシム側が投げ角ではありますので、バックジャンプとか入れるとよりいいでしょう。ゲージが溜まって、さあ、全然ぶち当たる。さあ、ここからハゲが何も起こせない。さあ、これダルシム側はなるべくチュンリーに対してドリルで突っ込んでいった方がいいですね。チュンリー何もさせない感じで。さあ、まだファイアーク打ってドリル中段に当たって、さあ、これはスラから、さあ、なでかくって、さっきのマイクをよく聞いてたか。さあ、スラスト暴れ。さあ、100列ぶち刺さった。100列落とせない。さあ、ここからこれは熱いぞ。さあ、山本がセールスを食べて中キックあるよ。中空タイク削って削れない。セーラーか
裏切りの背中。さあ残るはさあ山本さんはハゲてないと自分で証明しました。お茶丸シャル中村ありでお茶丸バルログ。さあここからお茶丸くんですね。さあチュンビバルログですよ。ロードくんバルログどうなんですかっていうのもおかしいですけど、はい、これはチュンビ側から見てどこら辺がきつくなるんですか、ね、やはりヒョウバルですね。これです。うわさあここでお茶丸スペシャルが決まる。手元はしっかりとハスラさんばりにバシバシやってるのか。こっからは分からない。さあぶっ刺さるバルログ戦はねやってないと非常に難しいんですよ。なるほど。さあ中キックでなんとか。おっと中爪がもう少しで取れるが体力ももうない。どうする。ゲージもない。ああここで裏切りのハイクロー。あごめんなさい、はい、さあどうする。こんばんは、はい、こんばんはアメリカ。さあ残るはバイパーヒデ茶坊主中島。ああ俺かなバルログだったらどうします。うん、うん、ああそれでもいいですけど、でも中島さんのガイルもかなり魅力的なんでどうします。モロッコ。アメリカじゃなくてモロッコなんですね。 X ゲーマーズさん、 X ゲーマーズさんってモロッコの方なんですね。やっぱねガイルは取っときたい。中島さんのガイルは俺行きますわ。そしたら負けたらごめんなさいでいいっすか。ということでヒデチュンリー、はい 1P はヒデチュンリー、ヒデチュンリー対お茶丸バラ投入ということで、はい、これ完全に式の実況ですね。はいそうですね、バルログチュンリー、まあ、チュンリー、バルログ有利なことには違いはないはずなんですけど、まあ、ヒョウバルが一番きついと言っていたので、さあ、画面端飛んで、さあゲージが溜まる、投げいったがスカッシャー、無理に手は出さない、タイト入れて投げ飛行ガードから投げ、空中ミサイルが仕込んでる。さあ固く投げて画面端、さあ削れば終わるが、しかしおお体育時代キック体育ですね。あれ結構当たり判定ギリギリだったんじゃないですか。今裏側に落ちていきましたけど、どうなんですかね。結構マニアックな当たり方ですね。背中投げて投げ、ゲージがまだない、スピニングの当たり、スピニングで逃げる、壁蹴るけど出しちゃった、投げに行ったがマニアック、さあガッチュヒットしますからね。ヒットしましたね、はい、さあ残るは3人。すると 2P 側が次誰を当てるかっていうことですよね。シャル中村ありのどなたか、選んだのは中さんですね。中さんですね。中さんのキャミーもかなりグイグイきますからね。そうですね。さあ球をきれいに避けていくが、ピンタで返される。しっかり対空している。さあもうゲージが溜まってしまった。どのタイミングで、闘魂さんじゃないですよ、ヒデさんです。ワンピーヒデです。ワンピーヒデです。さあジャンプでかわして対空、おっと V が見えていた。対空出ないが投げで終わり。下ためが溜まってないと安定した対空は出ないですよね。チュンリーですか。まあ出し方一つなんでしょうけど、チュンリーでもそんなに転職客対空としては万能じゃないんです。なるほど。さあ対空、あれ大強盤ですか。
あ、オーラパンチ、そうですね、タッチダイパンチ、しっかり強いんですよ、判定が。さあ、ゲージが溜まってる、キャミ振りだが攻めきれないでいる。キャミとしてはね、接近戦仕掛けたいですからね。そうですね。いやー、結構冷たい、コードが冷たい、いいですね。はい、ダイヤスタイク、ダイヤシー、しっかり完全対応ですね。さあ、シャルさんか、ムナリさん、キャラ的に何で対抗していくのが最善策なのか。さあ、このチュンリーに当たりに行くのは、さあ、ムナーリさんが座りましたね。ムナーリさん、サガットですね。サガット、サガットチュンリー、これね、もうチュンリー側にゲージ貯められちゃうと、もうかなりきつくなってしまうので、その前にやりたいんですが、そんなに決定打もサガット側もないですよね。そうなんですよ。はい、綺麗に飛び落としていくが、スパコン一つでひっくり返ってしまうので、なかなか球が出せない。そうですね、死ぬゲージですね、もう食らってしまう。いやー、ここは危険、非常に危険だが、どれだけ倒せるか。溶けて、うわー、ガード間に、さあ時間守れない、この体力差は厳しい。おー、食らった、当たった、あー、惜しい、垂直ジャンプ大パンチ。まずは画面端に持っていく、対空輪で当たらず。もうやはりですね、ショットを出す場面を限定して、対空出すしかないですよね。でも出すしかないんですけどね、そこが難しいところ。あー、ゲージが怖い、バカだが、カラジャン、バカだがガードされてしまう、危ない、トピ足が長い、サガットはガードして、だが画面端、先手はガードしている。さあ、20カウント出してしまった、あとジェノサイドを出してしまう。さあ、火で4立てかな。続いてシャルーさんですね、もう5人目です。選ぶな、バイソン。さあ、これ普段からすごくやってる2人のはずなので、本番ではどういう動きをしていくのかが、逆にいつも通りやるんですかね、こういうのって。まあ、出せるもんを出すぐらい、そうでしょうね。さあ、もうチュンリが溜まってしまった、しかし相打ち OK、 こかしてめくって掴んで裏回る、こかして、さあここで決めたい、だいぶチュンリ側が抑えている。しかしゲージはある、スーパーゲージを持っているので、うかつにバイソンも攻めれない。いや、もう激アツの状況ですね。あー、一応 OK、 芋掘りでしゃがみ中キックですかね、ほぐっといきました。さあ、逆にここでヒデさんをひっくり返すことができれば、シャルさんの4立て、3立て4立てもあり得る。きっちりジャックマンタイプ落ちますね、バイソン側の方。そうですね、ただゲージが噛み合うと怖いので、おっと、グラウンド食らってしまう。さあ、いつか入ってしまうんではないかという怖さがあります。歩きが怖い、この体力でも。ああ、怖い、危ないですからね。さあ、それ返す、あ、出した、戦列出してしまう、そしてクレイジー。さあ、両者ゲージない、カウントは10、残り10、あっと、ノイボーで。さあ、ということで残るは、やっちまった、ごめんなさい、多分やばい、
バイパーチャボーズの中島さん。さあチャボーズさんが座る。キャラ10です。エッサが、さあエッサがチャボさんが今日は青いパンツを履いている。さあチャボさん今日は下着も青なのか、そんな気分なのかわからないが、履いてないまである。履いてないまである。マジか。まさかの履いてないぜ。さあうまい、踏ませた。さあチャボさんが丁寧にまずは一発一発ぶち当てていく。さあこれは危ない、この距離は危ない。さあスルが振られない。ダイヤシよく出した。しかし遠めの弱ショットなら、あとわからん、これは。あさあこれはノーパンに俺のパンチを食らいやがれと言わんばかりの上アッパッカ。さあいいよ、いいですよ。上アッパッカ、あ、間違えた。上アッパッカ。ごめん、今ね、ごめん、あの上ショットのはずがね、下がっとびすぎてね、上アッパッカになっちゃった。あー、これはシャルさんの最大シャル台。さあ、残りがバイパー中島さん。さあヒデが負けた代償はこう大きく出るのか。自分で待ちといて自分に言ってスタイル。さあしかし中島さんも歴戦の猛者。さあ開幕大足。さあ早速地上で TBS が発生していく。飛び込んで、さあこれはいい具合に中島さんが試合を進めているが、ファイブが、これです。暴力をバイソンだが、焦がすが、もうでもゲージ上から溜まってしまう。危ない、焦げた。よくガードするが、よく我慢している。打ち続ける。うわ、中足当てて、あー、さあ、お互い様子見、これは分かった。シャルどうした。シャルさんがなぜかクレイジーが出ない。さあこれが大会の魔物なのか。さあうまい、ダイヤしてかくって、さあこれはうわー、上あー、これはゲージも溜まっちゃう。やばい、溜まった、よく我慢した。しかし TBS 発動して、さあ無難に発動、うわー、今のはうますぎる。反応が早い。さあクレイジーがなぜか出てないシャルさんだが、コパン、あー、これは事故った。よくガードした、中パンで暴れて相打ち、おっ、マジ2分、やばい、いやー、この連携。さあバイパーさん、弱グランドからのガード硬直を生かした投げ、あれは食らいます。さあここで俺たち、これ激アツですね。これはね、基本はバイソンガン有利なんですよ、はい、ただこけた時に一回捕まると、もう一回でやれないといけない。いやだけどもうゲージ溜まっちゃってる。さあ来た、マジレガ、マディレが怒るのか。俺たちの時間が、マディレが怒った。これが俺たち、まずはシングル俺たち。さあコパー、渋い選択からいくが、さすがに慎重になってますね。そうですね、さっきのやらかしをもう二度としないと。しかしその硬さが、ホーク側がスキル隙があるのか。さあ一回でもこかせば、そうですね、1回こかせば145ドットを奪い取れる自信がありますからね、フォーク側は。さあそこでゲージが溜まる。なんせでっかいスギちゃん。でっかいスギちゃん。さあ三角と相打ち。さあこれはアントリーから、ーこれは寒い、いいですね、ぴったりです。さあこれで最終戦、
フルマッチフルラウンドですね。グラウンドが刺さってゲージ回収、そしてしっかりと対空、しゃがみ台パンがね本当にしっかり対空になりますからね。さあグラウンドが刺さってアントビバッチリ、もうアントビミスんないぞと。さあどっかで紛れが、ゲージが紛れが起こんないのか、これは厳しい、これはきつい。さあ大逆転、シャールさんが決めた。さあお次、まあじゃあどうしようかな、ルーザーズの方先やろうかな。じゃあ山本バイパー、秀茶坊主、中島連戦で、ロード長州、友田、破天荒、ニーヤ行きましょう。5の4ですね。じゃあ行きますか。これ得失点差俺らあるので、まだ。じゃあどなたか、じゃあ代表者同士でじゃんけん、山本ロードでじゃんけんお願いします。ああ次の試合は、山本バイパー、ヒデ、チャボーズ、中島チームとロード長州、友座、破天荒、ニアチーム。はい、はい、A チームは先方決まりました。あ、じゃあ C チームも決まりました。じゃあ先方座ってください。さあ山本チュンリー対ロードエッサが、この対決チュンリーエッサがなんですけど、やはり対空がサガット側が出るか出ないかでかなりダイアグラム変わるところもあるんですけど、基本はやはりエッサ側もかなり戦えるカードと、ダイアグラムに関してはちょっと分かりません、どれくらい有利かは。さあチュンリー様投げる、打ち身がない、最大。さあこれが山本の最大だと言わんばかりの投げ、しかしあやばいよこれ。あここで打ってくる、出ますね。スーピー側マジかっていう顔してますが、山本さんもちゃんと戦術は出ます、さすがに。さあジャンプコパ壊しで、まずは空中 TBS 投げて、さあグランドが刺さるが立ち台系体育、これはうまい。さあアッパーカー落とす、出ている、あこれ有効ですね。ジャックスピリングバードでグランドタイガーを2発ほど吹かせるので、さあ TBS、 あーしかし TBS 阻止。さあ TBS と言いたいだけのように聞こえる実況ですが、まさにその通りです。さあこれはマジでうまい、安い。さあこれまだ分からんぞ、出る。さあここで甘えのスピニングバードだが、どっち、クライク、おお生大逆です。リスクあるね今のは。今のはリバサアパカで返せますよね、さすがに、さすがに、さすがに。そうですね、今のは死んでましたね。さあ勇気のある100レスキックだったが、さあ2番手は破天荒流。さあ最近破天荒さんもやり込み具合がやばいです。正直に言います、投げ落としました。マジか。まあゼロ振りなんて確かにありなんですけどね、あの絶対アッパカでした、あれは。もうまあ安定取るならアッパカで、まあ無敵時間を考慮したゼロ振り投げはありですね、あの局面だと。超ド密着だったんで。さあ投げて中足で我慢、おっとコパン、大パンじゃなくてよかった。
さあここで山本チュンリーがしゃがんでくる、きっちり最後まで入れてる。さあ今のは8ヒットだったのでしゃがみぐらいだったんですが、ドミッチャクじゃなかったので戦列まではつながってなかったというところでしょうね。あれしゃがみぐらいをドミッチャクでしてしまうと戦列全部入るんですよ。なるほど、そんな罠が。はい、なのでしゃがみぐらいはかなりリスクあります、リュウガーは。まあ昇竜ミスでしょうね、おそらく。さあ背中から5番から投げる、この連携は強い。焦がして今の遠目の台形はいいですね。あれはテンションがほぼほぼあの安全に透かせる感じの台形なので。いやー、ゲージ溜まっちゃった。踏みつけ、さあどうする、対空ができない。これはあ、さあお互い様子見るが時間が、さあちょっと体力リードしてるのは山本だが、これ戦列ガードできたらだいぶ、そうですね。さあしかしガードする、これどっちだ、わかんないですね。これ破天荒さんですね。あー、戦列を出さなかった。さあこれね、あの今のマイク中立陣長なので、あの今のはあえて黙ってました。さあ出ない、破天荒さん今日は対空の精度が、チュンリーさんも飽きられて、これはいい飛び、チューチュー、さあチューパンで押す、あれが強いんですよ。さあタスマチで割るが、前ゲージが怖いな。さあヒットしてしまい、やったー。今のはおそらくジャンプ中継スカったところになぜか何かの中通常技を振ろうとして当たってしまったっていうところでしょうか。さあここで3番手が長州剣、長州シャン。さあ新谷さんが俺の方が先じゃねえのと、新谷さんは大事に大事に大事ですから。さあおじいちゃん今日はコアコアレッパが出せるのか。お、あー勝利でないマン、おー長いですね。多少表から勝利点、あれは2択ですね。あれテンション生テンションをアウトなので。なるほど。さあ早いぞ膝が。さあなんだ今のは、おじいちゃんにしか見えない何かが見えたのか今のは。お、さあ TBS 壁際逃がしたくない。さあこれは投げに行くよね、掴んで早いで昇竜拳。竜の、ま、あ剣の場合は弱スピはやってもちょっと厳しいかもしれません。さあどうしましょう、ま、我らが陣営。いや違うでしょう。お、いや、キャラが何でも OK です。どうします、どっちでも。ニアさんは天ですね、おそらく天っていう風に来たんで自己申告で。いやでもキャラ何でもありですから、わかんない。まあ一応そうですね、わかんないですよ。チャボーズさんが2番手で出てくる。さあ、青パンを履いてたチャボーズさんだが、今回は青パンではない、なんと着替えました。緑のこの短時間で着替えております。緑のパンツ。さあなんと早い着替えである。さあ縄跳びをしていた長州さんがまずは奇襲にジャンプ台形。さあしゃがみ中継。さあ点差だとはどうなんですかね、ロード君。僕わかんないんですけど、X サガットの場合ですよね、はい、これはやっぱ剣の投げ前が結構脅威で、まあそうですね、ありますし、あとまあショットを見てからの、はい、昇竜拳、これが意外に遠い距離が入ってしまうので、はい、そうですね。そして2回もコアコアレッパをこの距離でショットを打てないんですよね。そうですね、さあ時間がちょっと危ないが、ここはしゃがみ中継。さあ今日の長州さんはかなり大事にいってますね。コアコアコアからあのレッパを出さないという選択肢をしています。キャラ同士が画面 50% 以内にいるともうほぼほぼショットに対しての弱小流が当たってしまうので、はい、それ読みで弱小流を振り回せちゃうっていう、そうですね、剣の強みですよ ね、 そうすね。さあうまい対空ダイヤシ踏ませないが、
さあチャボーズさんがいい具合に、こうなると剣側がゲージで一発やるしかなくなる。飛んでリバーサー返してではないが、今の遅らせアパカはなんか技振りたくなりたくなのでいいですね。そうですね、対空で出すのが大正解なんですが、あえて遅らせていくスタイルでしたね。飛んでさあグランド飛んでコア大コア大中段中段超中段中段中段あれあれちょっとあれ何今のさあ今の間合いは何かあったかさあ今のは連覇を出そうとしたけれども自信がなさそうな感じだったので、とりあえず一文字にしたみたいな、そんな疑惑のかかる、まあアッパで死んでますね、さすがに。さあここで中島ガエル、最近流行りのガエル剣、そうですね、これもね一応まあ先月の小高アリ剣は小高がほぼほぼ腐敗のシステムを実施しましたが、剣側は嵐に行ける。画面端ザ・ TBS 大足、今の TBS ですね完全に。さあ中足が通って、いやうますぎる、大足、いや今のまた通す、うまい、また通る、中段中段ガードだが、これが投手、どうします、テンテンベガかな、おそらく。どうします、さあこちらまだ3名、どっちでも僕も3対2でも、でもバイファーさんどうですか。じゃあお願いします。レイさん質問が来ています。 TBS ってなーに。 TBS は裏切りっていうことですね説明になってんすかそれ天の、 大パンチは情熱の大陸と呼ばれてて、まあ、これを TBS 好きで解釈しているのが、まあ、主に小高商店なんですけれども、 TBS っていうのは局の TBS ですか。まあ、そうですね、局の TBS なんですけれども、はい、あーと各班が取れず、さあここで突っ込んで、いやバイパーうまい、こけた。さあさすがにここはやらせない、表から飛んで、あーったぞーか、これは中傷ある、あれ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 、ああれあれ、危ない危ない危ない、お互いにいろ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 やってる、危ない、一度カウントがカウントがまずい、さあまだだいぶ、あーあまさかのジャンプバックジャンプ5番に毎回仕込んでましたね、おそらく。僕はスカっても何も出ないですからね。そうですね分かんないんですよねあれ。さあ来た、あーこれは安く済んだか、まだダイブをガード、うますぎる、あーどっちゃ、あうまい、対空が、あー来たー、初の俺たちのバイパー、さあさあニーヤさんがしぶしぶ座っていく、あれお、まさかの、お、まさかの TBS 発動、TBS来ました、俺たちの TBS、 もうパッと見何喋ってるのかよく分かってないですよね勢いは大事です。さあこれホーク側超厳しいです。しかしオカマが入って、さあうまいが、あーうい、今のはタイミングがバッチリでしたね。さあ一本目取っていくのはバイパーさんだけだが、そうです、合ってます、 TBS 言いたいだけです。別に配信じゃなくてもヒデさんは TBS 言ってますからねだいたい、だいたい別に配信だから言ってるわけじゃないですからね。ダイブをガード、
画面端これね、お互い難しいと思うんですよ。さあ入れ替わった。あーこれはちゃんと止めていた。痛い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 。うおー投げる。引っかかる。どっち。あーこれ終わる。死んでしまう。半分ぐらい減りましたね今。もうね、今のはね、しゃがみ壊しの時点で絶対入れ込んでるだろうなとは思いましたね。さすがである、同じチームでよかったバイパーさん。さあここで友田さんが迷ってる。ベガ、まあベガですね、開幕は様子見。さあミドル当てて、ミドル、さあ X だとねちょっと結構厳しいんですが、今の立ち台手はうまい。最高溜まっている。めくりは当たれ。あのダイブガードからの最高は確定ですかね。ん、ダイブガードからの最高は確定ですかね。ダイブガードベガ側です、距離による。あーそうですね、あとはちゃんとためを作ってるかどうか、作ってればほぼほぼ確ですね。なるほど、大体。さあさあ突っ込んでくる。めくりはガード。さあ緑が入って、さあ当たる。やばい、まずい、これはやばい、非常にまずい。飛んで、あー空中ぐらい。もベガのジャンプはね2フレで飛べるんですけれども、今空ぐらいしましたが、ちゃんとバイパーさんがフォローのコパンを入れてましたね。そうでしたね、そこまで見込んであると。そうですね、まあまあ、おそらく状況確認だと思うんですけれども。さあお互いジリジリしているが、立ち台手、おそらく差し返しでしょうね、あの距離だと。さあこっから、さあミドルを差し返す。今度は投げに行く。打ち身はある。あーこれはー引っかからないが逃げる。必死、まあこれ必死に逃げないとダメですね。さあベガ側がちょっと苦しいが、画面端はめくりがないのでそういった点では安心だが、あーこれはやばい。あー俺たちが決まる。終わってしまったー。終わりです。バイパーさんが3立てで終わる。5の3ですね。さあ次、お茶丸シャル中ムナリ派手対ロード長州友田破天荒ニーヤーですね。そうですね、ちゃんとフルマッチまで行くんですね。いや、あのこれリーグ戦です。あ、いや、そっか、あ、え、5対 3? あ、3か、そう、はい、これでやってないやこれでダメだった。ロードさんたちのチームが勝つと得失点差で どこかが優勝になるかもしれません。さあ、やっていきましょう。相談タイム。いや、8の7ならギリ同率ですね。こっちが9の8なので、僕たちのチームが、まあ、B チームは問答無用で勝てば優勝、 C チームは3人までは、ま、あと2人までは負けられるですね。勝率、あ、確かに9の8の8の7だと頭悪いから計算できない。ちょっと電卓そうですね、ちょっと計算してみましょう。0.52 でしょ、で7÷15、8の7だと、そうですね、8の7だと厳しいですね。え、8の違うな。あ、ね、2人負けられる。2人負けられますね。8の7だから、うん、そうだね。
0.53 でしょ。こっちが、うん、2人ま で, までなら負けられますね。さあ、初っ端はサガット対ハディシム。さあ、これは思っているほど矢口真理ではありません。サガット側は一応まだ9-1ではないと思いますので、サガなので7-3はありますよね。まあ、おそらくエクサガトだと、サガト側がもう手塚ゾーンならぬ矢口ゾーンを展開していて、はい、フル技フル技にリスクを負わされているので、はいはいはい、かつヨガファイヤー先に出されちゃうとってところですね。そうですね。さあ、これはいい勝負になっている。うっ、あー、これは刺さる。伸ばこれあれかな、同率っていうか、まあ得失点差じゃなくて、もし全員一勝一敗になったら代表戦とかでもありかもしれないですね。うん、その方がいいな。お、時間の考慮者あれですね。いや、っていうより代表戦の方がまあ一勝一敗で、まあその方が熱いかなっていう。なるほど。得失点差でなんか細かくなっちゃってるんで、数字がその方がね、ね、C チームもね、伸び伸びやれると思うんで。さあ、これはいい試合になっているが、ジャンプ大抵がぶっ刺さる。しゃがみぐらいでしたね。さあ、いや、強え。さあ、こっからこう、コパンなり中パンがね、強いですよ。判定がね、暗い判定がね、全然前に出てないんで。さあ、今のは強い連携、スライディングからのスラスト。大体の体育はあれで OK ですね。さあ、これはロード君厳しいか。うわー、なんだ今の、掴んのか。うっ、いやー厳しい。お、ニーヤーさんがそうですね。さすがにちょっと竜はダルシム竜を当てるよりは。さあ、来ました、ニーヤー剣ですね。容赦なくニーヤーさんがホンダです。あ、ごめんなさい、剣じゃなくてホンダですね。はい、 TBS さあ、これはしゃがみぐらいでよかった。立ちガードすると大以上入ってた可能性があるんで。さあ、やばい、あー、あー、いやあ、オカマからの大張り手でしたね。やばい、投げる。あ、これネタですね。通常投げの方がその後ももう一回オイちゃんに生きるっていう。はいはいはい、そういうことです。離れない。あ、ピヨってる。しかしピヨってしまう。早い。あー、厳しい。ダルシムどうする。もうファイヤーも打てない。打った、頑張って打っていく。あー、これはさすがにしょうがない。しかも根元だったんで二度と削りになりましたね。そうですね、きっちり削り切ったって感じですね。ラウンド1ファイト。なんでマイク変わるんですか。マイク疲れますよね、ぶっちゃけ。ちょっと飲み物取ってきますね。入ってらっしゃい。さあ、ホンダ。あれ、中さんじゃない、誰。あ、お茶丸くん。なるほど。さあ、ここでホンダを仕掛けていくのが B チームの作戦。さあ、当たる。あー、これはまずい。波乱ですね。
行く道を選べと言われて安定ではなく波乱ボタンが押されている。いやー大ハリデアビル見ている。ズツキにズツキ、うわー奥ラフェ、おーこれ今熟練度高かったっすね。さすが、さすがニーヤーさん当たる。おーうまい奥ラフェ、あゆちあゆち、あこれはあーおーおーなんとお茶丸くんがセーフ。ドーキャラの怖さ。さあ破天荒龍が満を持して入ります。いやこれ絶対僕傾けなきゃだった。あーやばい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 、おー大パンハード惜しい。今のは最大ですね。うまい立ちタイパー中勝利。うわーうまい対空。あーこれは厳しいですね。波動対空で全てが変わっちゃいましたね。そうですね、まあ波動点をいかに打てるか、やはりこれが大事です。さあうまい波動の出がかりにお構い刺さって、うまいぞ。あー当たる。これはちょっと切ねえ。ダイヤシはかくんないが波動を出していく、打っていく、まだあーっと近づかれる、打っていく、うまい、中わからん、ウーパン、うまい、うまい、あーやったー危ない。今のはちょっと事故りそうだったが破天荒龍が冷静だった。さあここで残るはムナーリシャル中、はい、そしてワンピーが残るは今やってる破天荒を含め長州友田。さあここでムナーリさんが下がっと、ムナーリさんのね流線はねマジでね職人なんですよ。この一戦見ものです。さあしかしここ最近かなりのやり込みを見せている破天荒龍だが、この熟練度の高いサガットに対してどういう攻略をしていくか見ものですね。かなりさあファイヤーでこかして、これ展開ですね。さあ早いタイミングで貯めた、こうなるとサガット側は任せたいが、中勝利、おっと竜巻が手前着地になるが、とりあえず OK ですね。まず出しても OK でしょう。ワンチャン蹴り込み、あーこれは確定。しかしまだ安い、どっかで荒らしたい、ガードが硬いぞ。あーなんだこれは、これが職人。うわもう時間を計算していたとしか思えない。これが職人ですよ。あの場面でも全く諦めてない。まあサガトはね全員根性値高いですからね。そうですね、ただあそこでジャカンバカを出していく、あれ歩きで寄ったのでね、あれ出しちゃうんですよ、撫でて終わるって思ったところにぶっ刺さるっていう。さあ破天荒龍もうまい具合に間合いを調整して、壁際うまい飛んで、さあこれ様子見、無難に締めたいところだが、これは削り確定ですね。おー早かった。しかしまあ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 、さあまたスパコンを食らうのが怖いので、まあとりあえず波動はね、あ今のはいいですね、弱達は。よーしここは打っていく、危なかったですね今。さあムナーリさんのことをコメントで歩きアパカおじさんとコメントをいただきました。素晴らしい、大足と小足が相打ちですね。うまい、大足うますぎる。破天荒龍が今日はキレッキレだぞ。
さあこれは確定だが惜しい。あさあこれは中盤で対空、こうなるとちょっと厳しいが、ガクガクしているサガスは結構怖いですね。さあ相打ち、これは悪くない。さあ竜側のデジがもう少しで溜まりそうだ。中盤で対空、中勝利、中勝利、もう一回これは分からん。あアーテンコーデ惜しかった。まあお互いかなり地上を意識した戦いでかなり良かったんですが、最後に飛んだ方に勝機ありと。友澤さんのバイソンベガ、さあ大将を長州さんに任せての友澤さんが副将ですね。さあこれは空対空、さあちゃんと見てからでしたね今のは。引っかかる、踏んでピオリジン、いやーこれは削って、削って、うわー中断、早出しですね。あの連携はやっぱサガットはかなり厳しいですね。あの場合でもガードした後も投げられないのがサガットの辛いところ。踏んで投げるのはムラリさん。さあ今のはまあ大きいというか、今のはねグランドの時に大パン見えたんで最高ミス でさらにもう一回出そうとしたところに上タイガーっていう、あれはいい連携ですね。さあゼロフル着地、なで返す、踏んで、あーピオリッチ中段ガーは使ったというところか。あー上体が今のすごいですね、やばいですね今のは。あーこれはしっかり拾う、裏にいる。あーこれはあ飛んでいる、投げて、うん、熱いぞ。あー、地上に拾われる。友田メガの根性値の高さ。中さんが行くのか、さあなんとチャーリーで行く。まあ友田さんはね、ホンダで言っても打つ、あーうまい中大ピオラ製に行ったところに、そこはさすがに繋がってるんですね。あれは繋がりますね、やはりミドルの大キックがかなり派生が早いんですよ、はい、さあ踏んで、あーキャロン、これはさすがに出していく。まあ投げでちょっと危ないですからね今のは。あ、打ち、あーこれは投げ返して、あれ減らね、危ない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 、あーぶっ込んでいく。今の遠目の距離はね最後さすがに見えないですよね。今スパコン仕込んでたら終わってましたよね。可能性ありますね。さあどっち、うわーピオルしっかり読んだ、コア中撫でる。さあこれで大将戦に引っ張っていく。友田メガが今副将、おおおお、どうせ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  TBS。 さあ副将友田対大将シャルバイソンとなりました。当たって投げて、これは出す、ガードガード、うっ、お互いの技が光りまくって当たる、投げて我慢我慢、
分からんですね。全然分かんないです。お互い、ああこれなんですよ。うまい。しかし拾えない。これは削りに行く。コッパー飛んで相打ち、相打ち、うまい。うわ、今のはうますぎる。ベストバウト。さあ今のはちょっとネタっぽい感じですが、うわうち、さあグラ大刺さって、これなんですよね。見ている。いやーこれはさすがに厳しいか。はい、ファイナルラウンド。飛んでいる、飛んでる、掴んで、よくガードした。そしてよくヘッド出した。ミドル、ヘッド出す。さあこれまだ分からんやつですね。2割くらいシャルさんがリードですが、あーあーここ、いやー分からない、これ熱い。踏んで、うまい、うまい。さあ、こかした、出して、振られない、ヘッド、残る。あー、これ分からん、どっち、あこれは、あー、ここまでいく。熱いな、これ今のは。ヒヤッとしますね、見てる側も。シャルさんがね、超冷静でした ね。あそこでね、コパンをね、ポスポス触れるバイソンはね、なかなかいないと思いますよ、さすがに。すごいメンタルですよね。さあ、対象同士となりました。異色のケチャップ&マスタード。動ける、超出て、あーと膝いけない、いって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 、襟すぎ、やばいやばいやばい。どうすんのこれ、飛んだ、あーさすがに逆サイド。さあこのままシャルム層で終わってしまうのか。波動拳、本当にもうゲージが溜まる前になんとかしたい。キービス、ピョッてピョッて、はいはい。さあそれもういっちゃえれば熱いが、フルマッチフルラウンドですね、またしても。そうですね。おっと中盤、いやいや、いや、ダイエット見られてる、厳しい、こうなると厳しい。しかしまだ分からん、よくガードした。いやー、ダイエット見られている。聴衆者惜しかった。というわけで本日の優勝チームはお茶丸シャル中宗有ハデということに決まりました。おめでとうございます。おめでとうございます。お疲れ様でした。いやー、やっぱさっきのシャル友座戦すごかったですね。いや熱いね、あれがもう。じゃあまあ試合やっていきましょう。あ、じゃあ優勝チームちょっと写真を撮りますんでね。
Walking! Walking!
Shh!
Walking!
Fight!
Thank you.
Fight!